しいのかじゃないかと。無理だって、まあ、もうそれはさておき、うん、その今回なんで我々がこう2人で、はい、呼んでもらえることになったかっていうと、うんうん、なんかこう YouTube が面白い、うん、言ってくれて、ズラさんとズラさんが、皆さんも嬉しいですね。でなんかその話をしてほしいとのことだったんですが、はい、トマさん YouTube やってらっしゃるんですか。まああれね、僕出てますけどね。え、あの寄ってるでしょ、岸田香菜の。あ、だからそれ終わったじゃないですか。仲良しチャンネルじゃないです。何、多分高野さんを怒らせたいっていう YouTube のことですよね。あ、あれは俺とその大河内っていう作家の、作家じゃないです、元芸人の俺の友達みたいのがいて、そいつと二人で俺がやってるやつで。そうなんです。どう、高野は見切れてるだけなんですけど、はい、俺はだから大河内が来てくれた方が良かった。あ、そうです、そうです、そうです。本当はねえや。いや俺は何なの、あれゲストなの。なんで俺は撮ってんだよ。だから高野さんです。別にだから高野さん A として出てるだけですよ。まさなりさんって俺って書いてないですよね。あ、じゃあ今はまさなりさんでが出てたけど、そうですよ、高野なんとかさん、高野まさきさん、お名前、お父さん、まさきさんの、やめてよ、親父になんかドッキリとかするの。我々は高野さんとしか言ってないですから。そういうことだったの、はい、怖いよ、高野はもう震えてるぞ。世の中の高野。じゃあだから、じゃあなんで高野いるのとかって言われてる。そうそう、だからいつも言うんですよ、騎士が。だから俺がなんか YouTube 面白かったねとか言われて、ありがとうございますとか言ってると、騎士が来て、いやお前やってねえだろみたいな感じの毎回言ってくるから。そう、やってないんだね俺はね。じゃあね、やってないです。うん、俺はなんか映って、映り込んでんのね、はい、あの俺ん家で撮ってるんだね。だけどそうそう、俺ん家で撮るんだよ。うち来るなよ、だったら。おしっこ飲むな、お前。天皇おしっこじゃねえや。なんでこの兼尿サイズにしたんすか、ズラさん。カルコップ。そうそうそう。だけど、まあまあ、実際問題、本当に、うん、まあ、やってるってことはないからね。うん。うん、なんかやってって言われることはあるけど。岸君のこの天才だか、かわいいとか来てる。これ、お弁当箱かな。いつもそうやって言ってくれるの、お弁当箱だけだからさ。なんで見に行くんだ。あ、そう、YouTube では精子、YouTube で精子飲んでたとか、うん、そう、最悪のドッキリだからな、あれ。コメントは多分今 YouTube の方はまだないですけど、このニコニコで結構来てるんです、うん、みんな結構見てくれてるんですかね、俺と大河内の YouTube。 あ、そうなんですね。 YouTube って原田さん、 今さ YouTube の前はさ、はい、なんかチョコレート溶かしたりして、あ、そうです、チョコレート溶かしてでっかい、あの時は俺いたんでしょ。あの時は2人でやってました。会議もいたからね、はい、うん、だからその居抜きなんですよ、あの今の YouTube は。なんでうちんちだけ残しなんだよ。で前の飲食店営んでた。